前回のマインクラフトは整地した土地にランプを設置。しかしスイッチがなかったためライトが光らない。ライトはやめてとりあえず光る石を埋めとこう。村人が増えてきたので巨大なゲストハウスを建築。さあ次は何を作ろうか。登録。はいどうも、なおちんです。さあ今日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、今こんな感じになってるの。人が多いでしょ。こうなってきたらちょっと食べ物を作るようにしないといけないよね。やっぱり衣食住の俺は食っていうのを重視したい。なので今日は畑を作ります。で、畑だけだとちょっとね芸がないので、水流式の自動回収装置、それまでやってみたいと思います。まあ教科書通り作ってみようと思うのでよろしくお願いします。いくよ。ではまず最初は畑の周りを囲いますか。なるほどね。横が15マスで縦が8マスやってみようか。横が15マス、囲い完成。こういう感じでいいんだろうね。でこの中に土を埋めていって、でここの部分に水を2箇所だね入れるんだな。 OK、 土配置した。これで大丈夫ですよ。水も入れた。であと耕せばいいもんね。でここの真ん中かな、ここだね。ここにチェストを置く。でホッパーをこうやって、で横にこう置くと、こんな感じか。とりあえずこれが第一段階みたいだね。はい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 。じゃあ次行ってみよう。なんかちょっと写真で分かりづらいんだけども、これで合ってるのかな。横をね、水がこぼれないようにハーフブロックを積んだんだけど、もう一個ここにいるのかな。ここにもう一個置いとこうか。なんかここ必要な気がする。でこれでここに発射装置みたいなのをつけて、ジャーッと流してホッパーで飛ばせてチェストに入るという、そんな感じ。まあいいや、もうちょっと、手順があるので作っていってみます。これなかなか時間かかるな。こんな感じだよね。もう少しで完成っぽいです。ここの上か、ここか、ここに発射装置をつけて、つけるでしょ？で、これに、水入りバケツをセットすると。なるほど。で、そして、はい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 。反復装置をここにつけて、あ、ライトここにつけちゃダメだな。松明はここは取っときましょう。で、ここに反復装置をつける。あ、ちょっと待って、ここのライトもダメだな。じゃあこっちにつけとくか。松明はそっちにつけときましょう。で、ここにボタン。ボタンを設置しまして、あー、なんか全部この木で作ったからさ、いまいちだね。で、そして、これを置いていくってこと？この装置のところまで置いていくってことか。ちょっと松明が邪魔だな。ん？これでいいのか？これで起動するかな。まあまあとりあえず畑を耕して種を植えとこうか。でそしてちょっと試してみましょう。一応できたね。一応こんな感じでできたと思うんだけども、おーっと村人たちが集まってきた。ちょっとみんな興味ある？これ、これを押すと、水が多分発射されて、
このチェストの中にできた作物が運ばれるっていうことか。押してみよう。え、あれあれならない。なんか失敗してるな俺。あ、ここだね。ここのレッドストーンがこの上に、行ってないんだな。これ上に行くにはどうするんだ。え、置けないぞ。置けないな。え、ちょっと待って、装置を一回外してみて。え？え、これどう置くんだ。あ、あ、なった。で、これで、装置を置くのか？あ、違う？ん？あ、一個手前に置けばどうだ。これで、繋がったでしょ。あ、これでいいよね。あ、で、ここにもまだ繋がってないから、ここに繋げる必要がある。となると、どうする？いや、ちょっとわかんないや。わかんないけど、ここは通ったから、どうなる？あそこは繋げないとダメだよね。いけ。あ、何にもならないな。え？あっちまで届いてないよね、やっぱね。え？あそこに繋げないといけないな。ちょっとさ、不格好になったけど、これでいいでしょ。ちょっと後ろがぴょこって出ちゃったけど、いいよね。これで、後ろに繋がったから、いけるんじゃないの？ちょっと試してみましょう。おうおう、どっかに入っていくんかい、お前たち。スイッチ、オン！何にもならない。ダメだね。全然何にもなんないぞ。わかった！なるほどね。反復装置が逆だったんだ。これでいけるはず。反復装置逆って。超初歩的な感じだけど。行ってみます。オン！おお、来た！で、もう一回つければ。おれ。なんか水が中、あ、行った！なんか水がすごい中途半端。なんだけど、いた、何、なんか攻撃されて、ああお前か、ファントムか、はいはい。なんか攻撃されてるなと思ったら、え、これ水止まらないの？止まった。2回押せば止まるのか。え、でもさ、作物ここの場所しか、取れてないよ？なんかちょっと違うんだろうね。ちょっと全体に行くように、ちょっと水の流れを考えればいいのか。難しいね。はいはいはい。まあまあ、2回押せば止まるんだ。あとは水の流れがちゃんとすれば、良さそうです。はい。まあとりあえず今日は、自動の畑を作ってみました。ちょっと中途半端な感じだったけどね。おそらく、あそこを削ればいけるのか。あ、ちょっと待って、一回試してみよう。ここを削ればいけるんじゃない？多分ね。ここと、あとここか？多分これでいけるんじゃない？しゃあ。いったれ。いや、変わんなかった。まあまあ、ちょっと難しいっすね。うん。まあ次までにはちょっと改良しておきます。あ、アイテムはちゃんと入っていってるね。はーい。あとは後ろをなんとかすればいいでしょう。はい。ではね。また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。最終的にこんな形になりました。スイッチオン。口が4つだね。